っちゃダメ。その中、怖いのがいるよ。私も、出る。みんなと、帰る。ゼン、一緒に出よ。私も、帰りたい。安心したら、お腹空いちゃった。ここ出たら、みんなでお好み焼きとリンゴ飴と綿飴と大判焼きとクレープとチョコバナナ食べよう。赤い糸って、本当に運命の人に繋がってるの？糸を食べるのか？違うってば！本当はね、怖くて足震えてたんだ。でも、助けなきゃって思ったら進めた。私も頑張るね！記憶、取られたんです。いい子にするから、ここにいたくないよ！ごめんなさい。私が、わがまま言ったから。ゼン、ごめんね。